チェコの国勢調査による国内イスラム教コミュニティの人口構成ブルノのモスク、レドニツェのミナレット本項目ではチェコのイスラム教について記述する。2001年の国勢調査によるとチェコには約2800人のムスリムが居住している。これは全人口の0.1%以下となっているが、1991年の国勢調査では495人であったため、 国内のムスリム数は増加している。現在のチェコの領土に初めてイスラム教がもたらされたのは964から965年、当時イスラム教信者が多かったスペインからやってきたユダヤ人商人イブラーヒームイブンヤークーブの訪問によるものであった。彼の回想録は後に出版され、イスラム世界において中央ヨーロッパに関する最初の記述となった。オスマン帝国による 第二次ウィーン包囲に際し、オスマン帝国の偵察隊はモラビアまで偵察を行った。オーストリア・ハンガリー帝国とオスマン帝国の二国間の活発な貿易は19世紀の間続いた。伝統的にチェコの文化においてイスラム教の影響は小さい。オーストリア・ハンガリー帝国が制定した1912年の法律によりイスラム教は国教と認識され、 公式に現在のチェコの領土内において、その存在が許可された。国内最初のコミュニティは1934年に、設立された、マムスク・ナバザンク・オプジー・プロセスカス・ローバンスコで、あったが、このコミュニティは1949年に解散となった1968年には、新たなイスラム教コミュニティを設立する試みも、行われたが失敗に終わっている。1991年、 ムスリム宗教コミュニティが設立された。1998年には国内初のモスクがブルノに開設され、さらに1年後には首都プラハに国内2つ目のモスクが建設された。他の都市にモスクを建設する試みは地域住民による抵抗を受けている。2004年イスラム教はチェコにおいて公式に宗教として登録されることとなった。これによりコミュニティは 国家から融資を受けることが可能となった。チェコ国内に居住するムスリムの大部分は、ボスニア・ヘルツェゴビナや旧ソビエト連邦から移住してきたもので構成されている。国内のイスラム教コミュニティにおいて重要かつ影響力の大きいものは、エジプト、シリア、その他中東からの中流階級移民である。数百人のムスリムは、チェコ人に国籍を変更、取得している。 ありがとうございます。